ついに封印が解けた。これでようやく僕は君と一つになれる。イブリース。さあ、カオスエメラルドよ。最後のショーの幕を開けろ。ここ一体何が起きたのよ。あの光のせいじゃないのか。カオスエメラルドが消えた。シルバー、お前らどうしてここに。何がどうなって。ソラリスよ、我々は奴の空間歪曲に巻き込まれたのだ。イブリースの封印は解かれた。メフィレスの企んでいた通りにな。ソニック、嘘、嘘だよね。ソニック、メフィレスは狙っていたのだ。王女の心が激しく揺らぎ、涙とともに絶望に焦がれるこの瞬間を。だから俺にソニックを殺させようとしたのか。時間軸を飲み込み、時間の意味そのものを消滅させるつもりなのだ。ここはその結果生じた時空の交差点なのか。だが長くは持つまい。もたもた知らねえぜ。早く奴を倒さないと。いや、奴は過去現在未来同時に存在する、いわば超次元生命体だ。今ここで倒せたとしても何の意味もなさぬ。
いや、俺は絶対に諦めない。奴が過去現在未来に存在するってんなら、そいつらをまとめて滅ぼしてやる。確かにできたかもしれない。彼がまだ生きていればな。どうした？感じる、ソニックの風を。あの人はまだ消えてない。今ならきっとまだ間に合います。そうだ、カオスエメラルドの力であいつを呼び戻すんだ。思いを力に変えて奇跡を呼び起こす。あんたならできるはずだ。私が？イブリースを封印するほどの器なんだ。ソニックの魂を捕まえるぐらいわけないさ。私やります。ソラリスが奪ったカオスエメラルドはこの歪んだ世界のあちこちに点在している。みんなで手分けして集めるんだ。私もやるわ。ソニックのためだもん。だからエリス、あとはお願いよ。奇跡の宝石、カオスエメラルド、どうか私の声を聞いて、この世界を救いたい。お父様の生み出してしまった罪を償いたい。もう一度あの人に会いたい。私はあなたにたくさんのものをもらった。だから今度は私の番。私はどうなってもいい。だからお願い、ソニック、帰ってきて。私たちのところへ。
いや、ソラリスの姉火だ。ご覧、エリス、これが私たちの希望の炎をソラリスだよ。とっても綺麗。この炎が力を発揮するようになったら世界はきっと変わる。ソラリスは時間を操り、歴史をも動かす。人は過去の過ちを正し、悲しい運命を避けて進むことができるようになる。お母様にも会える？そうだよ、エリス。お母様が私たちの元に帰ってくるんだ。すべてはここから始まった。最初はこんなにちっぽけな炎だったのに。この炎を消してしまえばソラリスは世界に生まれず、炎の災厄も起こらずに済むのですね。そして私とあなたの出会いも存在しなかったことになる。私は本当はたとえ世界がどうなったとしても、エリス、スマイル。エリス様、今誰かが私を呼んだような。きっと風のせいでございます。そうね、でもなんだか懐かしい感じがしたの。